静止が固まりましたか？違うんです。本日はですね、私が愛してやまないザラの購入品を紹介したいなと思います。どうも、葉山純奈でございます。今年入ってから本当にザラでしか買い物をほぼしてないんじゃないかなってくらい、あ、ベルサーチ買ったわ、ベルサーチあとは自社商品の服着てるかみたいなくらいザラを愛用しております。はい、ということで早速開けていきたいなと思います。まずじゃん、やりました。私、私カバン1個しか買ってないはず、全く同じの2個買いました。お揃いしよう。1つ目はこちらですね、4990円でした。安いね。安いよね。これは手持ちハンドバッグ、ミニトートみたいな感じですね。はいはい、2個買いました。ワンピース、赤のセットアップの下、これベルトまでついてていいですよね。ボディースーツ、やたらハイレグなやつ、私が着なかったら誰が着るのっていうようなのがあったんで、ジャクソンちょっと並べてみたいなと思います。はい、ということで並べてみました。今手元に届いているのは17点でした。合計金額が7万4610円でございます。このね、このトータルが。早速着替えていきたいなと思います。はい、ということで着替えました。ボディスーツを中に着てみました。こういう感じで横が見せれる。ただこのズボンがすごいハイウエストなんで、今こんくらいしか見えてないんですけど、これもうちょっと低かったらもうちょっと大胆に見えますし、なんかすっごい、まあ、ふんどしみたいな状態になっています。で、このジャケットとね、下のパンツはエレーナに開けた時よりはサイジングぴったりなんではないでしょうか。肩パッドがいい感じに入ってて、なんかバブル感があっていいですね。はい、着心地も最高でございます。次、990円は安すぎない？なんかすごい質もしっかりしてるし、ただしかし990円だけあってセールになってたからか分かんないけど、このパンツはめちゃくちゃ一人であげられませんでした。あと丈感はミニすぎなくて、私はね、もうこれくらいミニが好きですけど、でもちょっと大人っぽくていいですね。いいところにご飯食べに行くのにこの990円のワンピースは活躍しそうです。次、いかがでしょうか。花柄を買ったら怒られる私ですが、コメント欄感想お待ちしています。でもなんかさ、ね、年相応だよ ね、 そうですね。30歳って感じ。あ、違った、31歳だった。あ、なんかこういうのももう着れる年なんだなって。もちろん水商売してた時はこんな服いっぱい着てましたけど、似合ってなかったよく考えると、10代とかだったし。ザラってこう体のラインが見えるような服が多いのがお気に入りなポイントです。これはザ・葉山な感じではないでしょうか。私これちょっとね、このベルトがなかったらすごいただのボディースーツみたいになっちゃって、スパイみたいになっちゃったんで、あのちょっと自社ブランドのこれから出るやつなんですけれども、ベルトをしてみました。でもこういうベルトが映えるジャンプスーツ、私大好きで、いっぱい持ってます。はい、これ実はですね、なんか私ちょっとまたベルトをはめてますけれども、これはわざと多分ベルト外して、今年ちょっと流行ってるこうオーバーな感じで着るワンピースなんですけど、まあ、ベルトで締めてもよし、ちょっと長靴っぽいブーツとか可愛いかもしれないです。着心地はなんかね、コットン、柔らかい。私これ許されます？許されます。はい、次。
気づきかと思うんですけれども、私これはね回ったり何とかしてないですよねっていうのもですね、私が今履いてるパンツめちゃくちゃ透けております。なんでこれはベージュのパンツとか合わせないと私ずっとこの状況の中から動けない感じになっておりますんで、ただしかしとてもすごい形が綺麗で質もいいので、ちゃんとベージュのパンツをこさえて使いたいなと思います。いっ次私の中ですごいチャレンジ的な一着です。私こういうねシルエットの服は本当に買ったことがないし、賛否両論あるかと思います。肩がふわふわ、もこもこって感じのちょっと可愛い系の人が着るやつですよね。いかがでしょうか。めっちゃ棒読みだよね。今日一似合ってるんじゃないですか。なんかみんなからプロボーラーって言われましたけれども私すごい気に入りました。このちょっと派手さというか、ちょっとね80年代の90年代のかをテーマにした服が今ザラでいっぱい売っていて、それ私のためだよねっていう感じで買わせていただきました。すごい可愛い、派手さもいいし色味もいいし、お気に入りです。次、はい、ということでこちら下は全然関係ないブランドのものなんですけれども、2色買いしたやつの黒を着てみました。すごい可愛い、涼しげだけどちょっと大人っぽくないですか。これなんか多分シャツの上からとか着ても可愛いかなと思って買ったんで、重ね着とかもしてみたいなと思います。着心地は最高です。次、これ一番気に入りました。超可愛くないですか。アシンメトリー、アシンメトリーって左右が非対称っていう意味なんですけど、なんか私こういうのすごい大好きで、ワンショルのものの夏っぽい袖がないようなのをいっぱい持ってるんですけど、シャツはちょっと珍しかったんで買ってみました。これ別に宣伝のつもりじゃないんですけど、何にでも合う万能すぎるこちらのベルト間もなく出ますんでお楽しみに。3月の下旬に出る予定でございます。こちらもね、みんなから罰ゲームさせられてるのかなってくらい、これ2個とも持って2個とも持ってみたいな感じだったんで、いかがですか。なんとも言えないこのカラーの感じでもね、なんか中はねこれ珍しくって、ジャケットみたいに開くんですけど、開いたらズボンみたいなのってキュロットになってました。下がなんでパンツでショーパーみたいになってる、上からこう合わせてるみたいな。でもセパレートになってないのでオールインワン。これチクチクします。ね、可愛さにはね、寒さ痛さいろんなものを我慢しなきゃいけないのかもしれないですけど、まあ1990円なんで文句は言えませんが、これは私が着ひんかったら誰が着んねんって感じですよね、日本で。はいはい、ということでいかがだったでしょうか。私普段からすごいザラの服はねいっぱい持っていっぱい買ってるんで、いっぱい持ってちょっとおかしいですけども、たくさん愛用させていただいております。皆さんもぜひネットでではね、店舗にないものがネットにはあったりするので、ぜひネットでも買うことをお勧めします。はい、ということで今日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。願望はリスキー。 I don't start it